あのね、私が思うに。中ではまだ黒崎さんが中心になって何か話しているようだった。春菜さんはそこに割り込んでいくと、開口一番にこう叫んだ。聞いてよ、春菜がいたの。興奮している春菜さんに一度は？という顔で固まった。あなた何を言っているの？あなたならそこにいるじゃない。そうじゃない、窓の外にもう一人の春菜がいたの。春菜さんは癇癪を起こした子供のように同じことを繰り返す。そのため話が一向に進まない。風見くん、どういうことなの？みんなが春菜さんをなだめるのに追われている中、鴨泉警部補が聞いてきた。でもそんなこと言われても僕もよくは知らないのだ。エミリさんを椅子に座らせてから僕は答えた。それが春菜さん、窓の外にもう一人の自分を見たらしいんです。はあ？僕の説明にも鴨泉警部補は眉をひそめた。それが当然の反応だと思う。僕だってまだ信じることができない。あの、話はまだ途中なんですが。そんなの後でいいでしょ。今は春菜の話を聞いてよ。黒崎さんがおずおずと声をかけるが、春菜さんのヒステリックなわめき声によってかき消されてしまった。あのね、トイレから出て手を洗ってたら視界の隅で何かが動いた気がしたの。それでふと窓の外を見てみたら春菜がいて。見間違いじゃないのそれ。あやさんがいぶかしげにつぶやく。ううん、本当に春菜だった。でっかいナイフを持ってて春菜を殺そうとしていたもん。あやちゃんは何も知らないくせに口出ししないでよ。春菜さんはかなりナーバスになっているようで、誰かが少しでも批判じみたことを言うと速攻で噛みついてくる。だがどんなに騒がしくても彼女は病人なのだ。喉を枯らして叫び続けるがすぐにむせてしまう。そのせいかみんな春菜さんを腫れ物に触るような扱いをしていた。そんなことを何度か繰り返した後、もしかしたらあそこに。黒崎さんが思い出したように手を打った。黒崎さん、何か知ってるんですか？私、カプセル薬の置き場所を知っているかもしれません。それは衝撃的な一言だった。カプセル薬、つまり春菜さんたちに投与された治験薬がどこにあるのかわかると言っているのだ。治験薬さえ手に入れば彼女たちを治療する方法がわかるかもしれない。本当ですか？それはどこに？ラボの棚の中です。黒崎さんは真顔で言った。以前ラボに差し入れを持って行った時、研究員の方が棚から何かを取り出しているのを見たことがあるので。黒崎さん、それは具体的にどの辺なのでありますか？ええ、左側の棚で上の方に。では自分が見てくるであります。小暮さんは場所を聞くと駆け足で食堂を出て行ってしまった。でも薬が見つかったとして春菜は助かるの？春菜はもう。春菜さんが自暴放棄につぶやいた。落ち着いたかと思ったら何かのきっかけがあるごとに破裂する。ドッペルゲンガーを見たという経験が彼女をこうさせてしまうのだろうか。はじめは皆春菜さんの言うことを冗談だと思っていたようだが、何度も繰り返されると信じてきてしまうようだ。まだしっかりした様子の黒崎さんはいいが、エミリさんは極限の状態らしく、周囲の喧騒が聞こえてこないよう耳まで塞いでしまっている。だって春菜、ドッペルゲンガー見ちゃったもん。ドッペルゲンガーって見たら死んじゃうんだよね。偉い人も死んじゃったんだよね。そんなおとぎ話みたいなことあるはずないでしょ。そう言って綾さんはため息をつく。いくらアニメ声優目指してるからって
アニメの見過ぎじゃない？これまでのアヤさんの言動から考えると、おそらく今の発言は、春菜さんがみんなの不安を煽るのをやめさせようとしたのではないだろうか。だけど、春菜さんに挑発は逆効果だった。アヤちゃんもいつもそうじゃない。春菜のこと見下して、自分ばっか頑張ってる風に見せて。アニメの声優を目指して何が悪いのよ。モデルだって大差ないじゃない。ただいま戻りましたであります。そこへタイミングよく小暮さんが帰ってきた。春菜さんは口をつぐむと、ちっと軽く舌打ちをする。やはり綾さんを罵倒するより薬の方が気になるのだろう。小暮くん、薬は？鴨泉警部補が早速手を差し出して催促する。だが小暮さんは弱り顔で頭をかいた。残念ながら薬はなかったであります。そう。鴨泉警部補は苦々しい表情でうなずく。その隣の黒崎さんも残念そうに目を伏せた。あの、ではこのままでは春菜さんは死んでしまうんでしょうか。素朴な疑問だったに違いない。ドッペルゲンガーを見たという春菜さんの身を案じての一言だったに違いない。だが死という単語は刺激的すぎた。やっぱり春菜死んじゃうんだ。ドッペルゲンガーに殺されちゃうんだ。いやよ、春菜まだ死にたくない。安心するであります。自分代わりにこんなものを見つけたであります。待っていましたとばかりに小暮さんが気色満面で紙の束を持ち出した。黒崎さんに言われた棚には何もありませんでしたが、念のためにその付近も探してみたのであります。そうしたら棚の裏にこっそり隠すように書類が置いてあったのであります。本当？小暮さんが運んできた進展の証を見て、春菜さんは泣きわめくのを忘れてしまった。ここに来て手に入った施設に関する新たなる情報に、僕たちは小暮さんの周りに集まる。見せてみて、小暮くん。鴨泉警部補が受け取って書類の束を開いた。途端、編纂室メンバーの目の色が変わった。なんとその書類にはざっとではあるが研究内容が記されていたのだ。極秘資料 DG の研究、被験者の分離に失敗などというドッペルゲンガーを匂わせる記述もある。研究者の日のようなものも書いてあり、丸月丸日、被験者 A に投与した途端熱を出す、マス月マス日、被験者の一部でもう一人の自分を見たと証言する者が出始めた、投与続行、変化が期待できるなど多くのページにわたって記されている。これドッペルゲンガーを研究していたという証拠になるんじゃ。羽黒さんは書類を見たことによりドッペルゲンガーを信じかけていた。だが鴨泉警部補は冷淡だった。でもどこか稚拙だと思わない？これは曲がりなりにも研究資料だし、子供の日記じゃないんだから、もっと詳しく書くでしょ？いえ、これが書類の全てだというわけじゃないのでは。きっと、もっと詳しい部分は別の場所に置いてあるんじゃないでしょうか。鴨泉警部補の言い分も正しく聞こえるし、羽黒さんの言い分も的を射ているような気がする。やっぱり、ドッペルゲンガーは存在するんですよ。世界各地でも単なる勘違いでは済まない事件が多々起こっているんです。この施設で起こったとしても何ら不思議じゃないですよ。ドッペルゲンガー現象ってそんな頻繁に起こっているものなんですか？はい。例えば2003年7月7日、アメリカのニューヨーク州バッファローにて写真の中にドッペルゲンガーの存在が確認されました。写真は前後に並んだ2台の車が写っていたものでした。後方にあるフォルクスワーゲンの後部座席に
ある女性が座っているのが映っていたそうです。その女性の名前はリサ・ステーシー。でもそんなはずはないんですよ。だってその写真を撮ったのがリサ本人だったんですから。かつてこの車の持ち主はリサでした。ですが4年前に交通事故を起こして車が大破しちゃったんですよ。それでも修理すれば乗れたんですが、リサ本人も渋滞になり、もうこの車を運転する気にならなかったから売っちゃったそうなんですよ。で、その車を購入した男性が修復した車を律儀にリサに見せに来たんです。その記念に撮ったのが問題の写真だったそうです。リサ以外の人が見てもそれはリサ・ステーシーにしか見えなかったそうですね。それと1995年5月、イギリスのランカシャー州リバプールでもドッペルゲンガー現象は起こりました。テリー・アンドリューズはある日街中で自分のドッペルゲンガーを目撃します。はっきりとは確認できなかったんですが、本人はそれが自分自身だと確信していたそうですね。その数日後、テリーは行きつけの美容院で、先週来たばかりなのに髪が伸びるのが早いねと店員に言われます。けど先週テリーは美容院になんか行っていなかったんですよ。テリー本人が否定をしても店員はその人物がテリーだったと言って譲らなかったそうです。数日前に自分に似た人物を見ていたテリーはますます気味が悪くなったようですね。友人に相談して超常現象研究家に調査を依頼したそうです。依頼を受けた超常現象研究家はその日からテリーと行動を共にしました。そしてある日の朝、とうとう彼らはドッペルゲンガーを発見したんですよ。研究家はなんとかテリーとドッペルゲンガーを対峙させようとします。ですがその直前でドッペルゲンガーに感づかれて逃げられてしまいます。テリーたちも追いかけますが、角を曲がったところでドッペルゲンガーは忽然と姿を消していたそうです。その後テリーはガールフレンドと一緒にドッペルゲンガーを目撃したそうですが、結局人混みの中に見失ってしまったそうです。ガールフレンドはテリーの双子の兄弟じゃないかと考えたそうですが、そんな事実はなかったようですね。テリーのドッペルゲンガーに関する事件はあと少しだけ続きます。テリーが母親の墓参りに行くと、そこで驚くべき出来事に遭遇したそうです。なんと母親のお墓に自分が持ってきたのと全く同じ花束が置いてあったんです。しかも、あなたを今でも慕っています、母さんへ愛を込めてテリーというカードまで添えられて、ドッペルゲンガーもお墓参りに来ていたんですね。でもその日を境になぜかテリーのドッペルゲンガーは姿を見せなくなったそうです。あとは親子3世代にわたって目撃されるドッペルゲンガーとか、 UFO を目撃した後にドッペルゲンガーに出会った例とか、いろいろありますよ。また夢みたいなことを言って、そんなものいるわけないでしょ。羽黒さんが語ったすべてを鴨泉警部補は鼻で笑った。いい？ドッペルゲンガーっていうのはそんなものじゃないのよ。知ってると思うけど、脳の頭頂葉と側頭葉の領域は身体像を司ると考えられているの。万が一その機能が損なわれると、人間は自分の肉体の認識上の感覚を失ってしまい、はたかも自分とは別のもう一人の自分が存在するかのように錯覚することがあるの。それがドッペルゲンガー現象よ。だからドッペルゲンガーは脳の頭頂葉と側頭葉の領域に腫瘍ができた患者が見るケースが多いのよ。他にもクラウス・ポドル博士が脳腫瘍に限らず、脳内の血流の変動による脳の機能の低下によってもドッペルゲンガーが引き起こされるとしているわ。これは偏頭痛が発生する原因となるもので、ドッペルゲンガーを目撃した者は大抵その前に偏頭痛を起こしていることが多いわ。つまり脳に何らかの機能障害を患うということは、死期が近い可能性と錯覚を起こす可能性を持つ。それらをつなげて
ドッペルゲンガーを見ると死ぬという結論になる。なんていう民間伝承が生まれたと考えられているのよ。じゃあ、第三者が他人のドッペルゲンガーを見たときはどうなんですか？脳に損傷を受けている、いないは関係ないと思うんですが。ハグロさんが反撃するも、鴨泉警部補は余裕だ。そういう場合は、脳の認識野や視覚中枢で説明できるわね。認識野では、まず対象物を五感によって知覚するのよ。次に対象物を認識パターンと照合するの。そのパターンは記憶野に保存されているわ。それらとはかなり近似するのを見つける。または、ほぼ合致すれば認識は終了よ。もしそれが自分と似ているものだったら、自分だと照合してしまうかもしれない。それは視覚中枢の機能であり、たとえ眼球に不完全なものが映っても、視覚中枢で勝手に似たものとすり替えて認識してしまうことがあるのよ。つまりドッペルゲンガーは脳の勘違いが原因なのよ。わかった。なんか鴨泉警部補の意見、思いっきりこじつけのような気がするんですけど。私は科学的に証明してみせただけよ。羽黒さんはオカルトを実例に基づいて実証しようとするのに対し、鴨泉警部補はオカルト現象を科学的に解明しようとする。結論から言うと、二人はどうやっても相入れない仲のようだ。春菜、やっぱり死ぬの？春菜さんが囁くようにつぶやいた。今までのヒステリックとは違い、それは春菜さんが本当に感じた疑問を言っているらしかった。だが、表情とセリフがちぐはぐだった。何がおかしいのか、口角を不自然なほどに上げ、ニタニタ笑っている。春菜さんの唇が動くたびに、かすかな笑い声が隙間風のように漏れる。恐怖や悲しみを感じているというよりは、どこか恍惚的な表情だった。しかし瞳孔が開ききった瞳は、僕たちには見えていない暗闇を見据えているようで、底知れない絶望を映している。人として大切な何かが欠落してしまったような、いや逆に超越してしまったのかもしれない。春菜さん、ドッペルゲンガーは脳の損傷、殺される。春菜さんはもはや僕の呼び声など聞いていなかった。指を一つ一つ折り曲げながら不安な様子を上げていく。どうやらドッペルゲンガーを目撃した者は死ぬとか、脳の機能障害といったものばかり印象に残ってしまっているようだ。死ぬ。そしてもう折り曲げる指がなくなった時、彼女の顔から表情といったものが一切なくなった。